さあ今日は特別バージョンといたしまして、秩父市の防災の取り組みについて危機管理課の久米さんに教えてもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて7月6日の日に防災訓練を行ったそうなんですが、こちらはどんな防災訓練だったんでしょうか。はい、今年はですね、勤務時間中に震度6弱の地震が発生したことを想定しまして、職員の初動対応および災害対策本部、現地対策本部の設置運営について検証をしました。はい、ということは秩父市の職員の方による防災訓練ということですね。そうですね。はい、はい、それではその日の VTR ございますので、ご覧いただきながらご説明いただきたいと思います。はい、さあこちらが防災訓練の始まりから、はい、流れておりますけれども、まずは皆さん外に集まったんですか。はい、今回勤務時間中を想定しておりますので、8時30分に関東地方で強い地震が発生したとの連絡で避難を開始しています。職員は来庁舎の避難誘導を行いながら屋外へ避難しています。また逃げ遅れた人がいないかの検証は必ず行っています。はい、そしてこちらは今点呼を行っているようですけれども、はい、屋外に避難後には安否確認を行っています。今回の訓練には各総合支所や私立病院を含めると476人の職員が参加しました。そんなにたくさんの皆さんが参加されたんですね。はい、職員の防災意識の高さが分かりますね。はい、さあそして外での点呼などを確認した後、はい、行われたのは、何でしょうか。はい、続いて庁舎の安全確認を行います。応急危険度判定士により本庁舎および歴史文化伝承館の応急危険度判定を行い、建物の安全確認を実施しています。さあこちらは何をされているところでしょうか。はい、応急危険度判定を行っている間に災害対策本部設置会議を開催しています。秩父市では震度5強以上の揺れが発生した場合には非常体制として災害対策本部を設置することとなっています。今回の訓練の想定は震度6弱ですので、市長が災害対策本部長となり、各総合支所長には現地対策本部長として現地対策本部を設置するように指示しました。また人命を最優先に市内全域の被害調査を実施するため、各部局長には担当している地区及び施設の調査を行うよう指示しています。市内全域の被害調査を実施すること、各部局長はそれぞれの部局に戻って各調査担当地区及び担当施設等の確認に調査に向かわせること。さあ続きましてこちらはどんな作業なんでしょうか。はい、先ほど屋外で実施していた応急危険度判定が済み、庁舎の安全の確認ができますと災害対策本部を庁舎の3階に移し、各部局長を本部員とした本部員会議を開催します。本部員会議はそれぞれの部局や施設等から上がってきた報告を情報共有するために開かれる会議です。現地対策本部が設置されている各総合支所や救急搬送の対応を行っている市立病院は通信機器を使って遠隔地からの参加となっています。会議では職員に出された指示、出先機関の安否確認、施設の状況等が報告されています。この皆さんビブスをつけているので何の役割なのかというのもすごく分かりやすいですね。はい、各班に分かれてそれぞれの業務を担当しております。この部屋にはホームページや記者会見をするための資料作成、またホワイトボードやパソコンに情報を整理する班が待機しています。刻々と変化する状況の整理を行っている状況です。はい、では左岸の方が車進入できないのでドローンを使って調査をお願いしたいと思います。それでは
さあ続きましてはこちらは何でしょうか。はい、今回ですね、初めてドローンを使ったリアルタイムの映像の伝送という訓練を行いました。ひとたび災害が発生すると土砂崩れなどで現地の確認ができないこともあります。今回の訓練では東京電力ベンチャーズ株式会社にご協力いただき、災害時の対応におけるドローン使用の可能性を検証しました。今後は市職員のみでも実施できるよう検討を進めていく予定です。ちなみにドローンの映像はどんなものなんでしょうか。はい、今回はですね、現地のドローンの映像そのまま皆様にご覧いただけますので、ぜひご覧いただければと思います。さあドローンの映像を見ましたが、やはりこう俯瞰して秩父の状態を見るというのも大事ですね。そうですね、はい、刻々と状況が変わる中で現地を確認できないというのは大変我々職員も心配な状況です。今回の訓練で大変参考にすることができました。さあそして続いて行われたのは何でしょうか。はい、こちらは2回目の本部員会議です。2回目の本部員会議では被害調査に向かった現地から送られてきている写真を確認しながら報告を行っています。より詳細な情報の共有を行うことができました。また今回の訓練では新たな試みとして職員に配布しているタブレットを利用した現地からのライブ中継も実施いたしました。はい、はい、さあそしてこちらはまた場所が変わったようですが、はい、訓練の終わりにはですね、昨年7月の豪雨により被災した岡山県倉敷市へ派遣した職員による災害派遣状況報告を行ってもらいました。災害現場の現実を知り、職員としての心構えを新たにする機会になったと思います。はい、こういった訓練を重ねることで何かあった時にも職員の皆さんがスムーズに動けるという形なんですね。そうですね、我々職員も全力で努力しています。はい、さあそれでは最後に久米さんから一言お願いできますか。はい、近年は異常気象による災害が数多く発生しています。過去の災害でも多くの方が家族や近所の人に助け出されています。救助や避難には普段の近所付き合いが力を発揮します。日頃から地域の防災訓練に参加するなど、防災に関する取り組みに関心を持っていただき、災害発生時は自らの命は自らが守るために自らの判断で避難行動をとっていただきますようお願いします。秩父市もそれを全力で支援いたします。はい、市役所の取り組みもですね、様々に皆さん、工夫されて動いておりますので、ぜひ皆さんも、自分の身は自分で守る、そしていろいろな経路を確認しておくなど、自分でできることをご確認ください。今日は危機管理課の久米さんに教えてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。